やあ、せつなけいすけだよ。デスフォープリズン。今回は第4章からやっていきたいと思います。スタート画面でさ、出てないキャラクターがとうとう一人だけになりました。ってことは、次の章で、この子が出てきたら、この子はもう間違いなくドペルゲンガって方で考えてもいいでしょう。俺の推理ではそういうことです。やっていきまーす。第4章。絆と疑心。あ、オカルト部のバッジがここに書いとったことは、オカルト部の内部でなんか疑心暗鬼になるような話になるんだろうか。修学旅行なんじゃ。あ、修学旅行行くんじゃ。学校から出ていくんやな。修学旅行先でのドッペルゲンガの事件ってこと？第4章、絆と疑心。学校から出ていくんやな。出て行った先でなんか、前回のラストに出てきた、あの猫みたいな、狼みたいな、よくわからんやつに出会うかもしれんな。修学旅行先にまで追いかけてくるんか。みんな、おはよう。え、信行くん、おはようございます。おはよう、信行くん。朝からるいちゃん。君は僕の癒しだわ。どんな声で読み合ったっけ、まつちゃんって。うはー。多分こんな声だったと思う。おはよう。よう、あ、そうじゃ、しんのすけが仲間になったっていうか、入部してくれたんよな。あ、しんのすけくん、おはよう。あれから、しんのすけくんは、ちゃんと学校に来るようになっていた。それに、だんだんオカルト部に馴染んできているようだった。最近だと、しょっちゅう、シローとファミコンで遊んでる。え？なべゆき、どうした？なんか、元気ないぞ。え？そうかな。やっぱり、昨日のことをみんなで話すべきなんだろうか。でも、あいつの言うことが本気なら、みんなの命が危ない。ここは、とりあえず黙っておくしかないよな。実は、口内炎が口の中に15個もできちゃって。ちょっと、朝から体調が悪くて。大丈夫？うん、安静にしておけば大丈夫だと思う。信行くん、そういう時はちゃんと休んでくださいね。こんなタイミングで体調を崩してしまっては非常にもったいないので。え？もったいないって何が？何って、もうすぐあのイベントが近づいてるじゃありませんか。あのイベント？東京ゲームショー？イベント？ああ、委員長。そうや、委員長もさ、前々から手取ったのにさ、全くストーリーに絡んできてないもんな。修学旅行ってことは委員長バリバリ出てくる感じかな。皆さん、静粛にしてください。あ、あれは、生徒会長の黒木文さんだ。真面目で恋愛には興味なさそう。とか言いながら家ではメガネ取ってすっごいおしゃれしてさ。休日の渋谷とかにはさ、結構すごいおしゃれな格好して歩いているかもしれないな。これから一体何が始まるんだろう。それではこれより、今年の修学旅行に関する話し合いを始めます。修学旅行？ざわ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 、なんかカイジみたいな雰囲気が流れておりますね。その瞬間、教室内はざわつき始めた。シロが言っていたイベントって修学旅行のことだったんだ。ねえねえ、あんちゃん、ついに修学旅行だね。私ずっと楽しみにしてたんだ。ミカコ、あんたはしゃぎすぎ。そういうあんだってちょっと浮かれてんじゃないの？別にそんなことないし、とか言いながらあんちゃんさ、ここ数日全然眠れなかったんじゃないな。
今年はどこ行くんだろうね。楽しみ。ざわざわざわ。はあ。おいお前、おいお前ら、ちょっとは静かにしろ。これじゃ話し合いが進まねえだろ。あれは確か副会長の里見くんだ。生徒会長二人がストーリーに絡んでくるんじゃ。そうやな、学年のさ全体の行事やもんな。違うクラスのメンバーも、いや違うクラスか知らんけどさ、こいつらが違うクラスのメンバー出てきてもおかしいないんか。そういやスタート画面で唯一話ストーリーに出てきてないやつもクラスメイトじゃないけど違うクラスやけど、今回は学年全体の行事やけんってことで出てくるんかな。生徒会長副会長か。実はあまり話したことないんだよな。話しかけようとしたらまあまあ優しかったっていう覚えはあるけど。ねえ、早く話し合いを進めてくださらない？これでは時間がもったいありませんわ。あれはなんとかじ清子さんだっけ。清子さん、お金持ち清子さん、この子を引っさらって身代金要求したら5万ぐらい稼げそうだな。生徒会長になりたかったんじゃ。人望がなさそうってわけではないんやけどな。もっとさ、生徒会長生徒会長してるやつがおるからな。そのメガネつけておいて生徒会長じゃありません、実はチャラいんですみたいなこと言われたらさ、えってなるよ。完全な偏見やけど、えってなるよ。全然イメージじゃないもん。彼女ともあまり話したことないよな。まったく、この程度の話し合いすらまとめられないなんて、この学園の生徒会長が聞いてあくれますわ。わあ、自分が生徒会長になれなかったからって現生徒会長のことを批判しているな。神宮寺さん、あなたも静かにしてください。ふん。ちょっと性格悪そうな顔してるこの女。清子さん、なんかちょっと性格悪い顔してるぞ今。なんか険悪なムードだな。出たよ出たよ、清子さんのいつものやつ。思った。なんかお前ちょいちょいさ出てくるな。ストーリーに関係なくてもちょいちょい出てくるなお前。え、清子さんと生徒会長は仲が悪いんだよ。一方的にライバル心を燃やしているのは清子さんの方なんだけどね。そうなんだ。そこまでして生徒会長になりたかったんじゃ。逆になんで生徒会長になりたかったんだろうなってところはあるが、やっぱり現生徒会長のあの生徒会長っぷりよ。見た目がもう生徒会長として生まれてきてんじゃないかっていう見た目だったもんな。あれで実はさ、カーストロークラスが最下位とかだったらええってなるもんな、ほんま。皆さん、よく聞いてください。これ以上騒ぎ続けるのであれば、今回の修学旅行先の決定権を別のクラスに譲ります。そもそも決定権とかあるんじゃ、生徒に。生徒にどこ行きたいか決めさせる学校なんじゃ、これ。ああ、自主性っていうかさ、自由な校風やな。ここの修学旅行って北海道が定番のイメージがありますが、皆さんの時はどうでしたか？俺はバリバリ定番に北海道行ったんやけど。修学旅行先、決めれるんやな。ワンチャン海外とか行けるんかな。バチカン四国とか行けるんかな。わかりやすく黙ったな。欲を渦巻く。自分の行きたいところに選ばれるためにどうにか根回しして生徒会長に賄賂を払ってどうにか行こうとしている。多分内心ではざわついてるな、これ。もうゲームが始まってるからね。もう自分の行きたいところにとにかく決めさせるように仕向けるゲームが始まってるからね。もう政治の世界や、ここ。ん？今、旅行先の決定権がどうとかって。すると、小声でシローが話しかけてきた。そうか、信之君は転校生だから知らないも当然ですよね。この学園では毎年、修学旅行の行き先を一クラスが代表で選ぶことができるんです。へぇ。そして今年は僕たち2年 B 組が行き先の決定権を持っているんですよ。あ、ほうなんじゃ。どこのクラスが行き先の決定権あるとか。ああ。
だったらさ、その B 組が B 組のボトル決定権をさ奪いにさ勝負だって、何かの勝負仕掛けてくるんじゃないかな。バカとテストの召喚獣だったら召喚戦争みたいな、師匠戦争みたいなのが始まるんかな。そうなんだ。ちなみに今年の行き先候補は鹿児島、京都、北海道の3つから選べるんです。さすがに国内だったわ。あー、京都ね。京都はなんか興味あるな。和の雰囲気っていうのがさ、和菓子とか美味しいんだろうな。ごめんなさい、鹿児島はよくわからん。待てよ、よくわからんとか言ったらあかんな。あれじゃ、よう考えてみたらさ、この絶望プリズムを作っているスタジオわさびさんのさ本拠地が鹿児島だった気がするわ。ダメだ、よくわからんとか言ったらあかんわ。よくわからんでもよくわからんって口裂けても言ったらあかんわこれ。制作者さんにおべっかしとかなあかんからな。オッケー、鹿児島最高です、鹿児島最高です。へい、種子島、種子島って鹿児島やったっけ。じゃあこの話し合いで行き先を決めるってこと。そうです。俺はロサンゼルス行きたいんやけどな。何を基準に選んで言うか迷うな。鹿児島選んどけ、鹿児島。スタジオわさびさんの本拠地、鹿児島選んどけ、お前。ゲームの、このゲームのキャラクターの主人公だったら鹿児島選ばとかなあかんぞ、お前。くくく、直行、そういうことなら、私に任せて。え？じゃーん！有名な観光スポットはバッチリ仕立ち済みだよ。すごいパンフレットの数。私、旅行が大好きで、この修学旅行をずっごく楽しみにしてたんだ。あ、ちなみに私のおすすめはやっぱり京都かな。ほら、こういう風情のあるところがいいよね。あと京都といえば美味しいお菓子もいっぱいだし。やっぱり京都といえば和だからね、和菓子が美味しいんだろうな。町が京都を選んだ決め手はお菓子でしょ。まあ否定はしない。女の子お菓子大好き、俺おっぱい大好き。京都か、舞妓さんのあのさ和服のさ、あの帯の紐を引っ張ってあーれーっていうあれあるんやけどさ、あれって実際やってるんかな京都。ん、この場所、あ、そうか、京都じゃ。そうだった、そうだった、過去の夢の場所ってさ、京都だったもんな。ってことはさ、この修学旅行で京都に行けば、自分の過去に関する何か、情報っていうか、ヒントっていうか、掴めるんじゃないかな。これ京都行かんかったらあかんやつじゃ。俺は一瞬、目を疑った。バッチリ映っとるもんな。これ、あの夢に出てきた場所に、すごく似ている。いや、似ているどころか、あの夢で見た景色そのものだ。え、このパンフレット作った信之じゃね、記憶失う前の信之じゃねってぐらいさ、もう写真撮影した人がまんま一緒なんやけど。構図がさ、撮影者の名前、ちょっとこういうてさ、パンフレット撮影者の名前とか書いてるもんじゃない、あの写真の真下とかに小さく。そこの名前見たらさ、本当の名前、信之の本当の名前とか出てくるんじゃないの？ない？ない？ないのか。じゃあ、あそこは京都だったのか？あ？もし、あれが俺の記憶に関係しているなら、同じ場所に行けば、何か思い出せるかも。どうしての？信之くん。いや、俺、京都に、行ってみたいかも。ああ、信之くんも京都を希望するんですか。実は僕もなんですよ。私も北海道もいいなって思ったんだけど、まあみんなが京都に行きたいって言うなら京都でもいいかな。俺はまあどうでもいいかな。俺より強いヤンキーに出会えたら。そういう目線なしんのすけ。喧嘩しないでね、暴力沙汰とか起こしたら、ま、問題だよ。俺も別にこだわりはねえかな。じゃあオカウトボは全員京都を希望で決まりですね。だけど
最終的に行き先を決めるのは多数決だしな。ふうふうふう、どうした白右衛門。だだだだ、投票数偽装マシーン。普通にズルである。その点は僕に考えがあります。なんだ、え、なんだろう。先生に賄賂をするのかな。この学校に10万を納めるので修学旅行先を京都にしてくださいみたいな。それから数週間後、着いた京都。あ、ほんまに京都になった。何したんだろう、シロ。へえ、ここが京都丸旅館か。結構豪華だね。ああ、これでさ、シロが先生に提示した条件がさ、オカウト部全員が卒業するまで学校にこき使われてもいいですみたいな、そんな話だったらさ、帰ってからこの笑顔は消えるんだろうな。帰った瞬間プール掃除とか雑用させられるんだろうからな。うん、オカウト部改め雑用部になってしまう。はしゃぎすぎだろ。まちちゃんすごく楽しそうだね。だって絶対に京都に行きたかったんだもん。テンション上げがいっしょ。これも全部シローのおかげだね。いやいや、僕はただみんなに京都を選ぶメリットを伝えただけですよ。メリット、え、強えなっけシロー。お前京都の観光大使になれるぞ。お前だとしたらメリットを伝えただけだよ。お前まさかクラス一人一人に京都の素晴らしさを言って回るなんて想像しなかったな。おい、観光大使の鏡やな、シロ、お前。地道な活動が結果へつながりましたね。この街に俺の記憶を紐解く鍵があるはず。あの場所に必ず行くんだ。あの謎の人物もこともあるし、早く記憶を取り戻してドッペルゲンガーとは距離を置いた方が良さそうだ。そうじゃないとオカウト部のみんなにまで記憶、危険が及んでしまう。なあ信行、え、お前が何か悩んでんじゃねえか。その校内園の数が3倍に増えたんだけど、どうすればいい。せっかくの修学旅行なんだから楽しまなきゃ損だぞ。ケスケ、まあ何かあったら相談しろよ。力になるかは分かんないけど。あ、ありがとう。だったらさ、口内炎早く治すにはどうすればいいと思う。あ、ねえねえみんな、私いいこと思いついたんだけど。どうした。これから新しい修学旅行が始まるわけじゃん。だからさ、記念にみんなで写真撮らない。え、気が早くないか。まだ旅館に着いただけだろ。いいじゃん別に。まあいいんじゃないかな。修学旅行最初の1ページってことでさ、初めて来た旅館、その修学旅行の最初の建物ってことだろ。いいんじゃないかな。写真は何枚撮ったっていいんだから。ええんじゃない、ナイスアイディアじゃん。うんうん、撮ろう。オカウト部初の集合写真ですね。よし、じゃあ撮ろう。セルフタイマーで撮るからみんな並んで。はい、タイマースタートしたよ。これでいい。もっと信行くん、こっちに寄って。マジ。あ、うんうん、るいちゃんの隣だ。るいちゃんに向かったんですよ、当たって。ちょっとキスケくん、押さないでくださいよ。暑苦しいな。だってここでもしないとみんな入らないだろう。ほら、もう時間がないよ。おい、押すなよ。パシャ、どうでした。どうしたどうした、絶対誰か取れてないパターンのやつじゃ。
信行の顔を綺麗に隠してきたな。ケスケの手で信行の顔が隠れてるじゃん。え、あ、本当だ。悪い。あらら、問い直しましょうか。そうだね。問い直せないパターンじゃ。それにしてもさ、タイトルに疑心ってあるからね。もしオカルト部内でさ、疑心暗鬼な話に展開していったらさ、まさにここでさ、みんなで仲良く写真撮ったのにこの後こうなるなんてみたいな展開になるよね。疑心暗鬼か。あなたたち何をしているの？もう点呼始まってるわよ。え？嘘。やば、急がないと。写真はどうすんだ？俺はいいよ。また今度撮ろう。そうですか。まあ、これもいい思い出の写真になったってことで。ごまかしてきてるな。それよけ隙が言うな。ほらみんな、早く行こう。先生に怒られるよ。うん。このあと、このオカウトのメンバー5人に、あ、間違えた、5人じゃないな、6人に災いが起こるとは予想しておりませんでした。